こんにちは。今回は2019年4月1日からスタートした体だんだんについてレポートしていきます。相撲の要素がある体だんだん、調べてみるとどうやらお豆対戦ビビンビーンとの関わりもあるようです。まずは簡単に自己紹介。5歳と2歳の子供を遠くから見守っているパパです。絵本紹介、おもちゃ紹介も行ってます。目次です。体だんだんとは、作曲者はどんな人、作詞は誰、まとめ。体だんだんとは、体だんだんが初披露されるのは2019年4月です。実際の動画は放映中なので控えますね。自分の体を叩く相撲の四股を踏む、転んだ時にとっさに身も守る体の使い方を身につける両手両足運動が特徴的ですね。新しい体操のお姉さんの役割が新設されたので、体だんだんも誠お兄さんとあずきお姉さんの2人で行うことになるでしょう。作曲者はどんな人？体だんだんの作曲を担当するのは作曲家の小林康夫さんです。ちなみにお豆戦隊ビビンビーンを作曲された方、他にもお嫁サンバ、クレヨンしんちゃんのオラは人気者、2人はプリキュアの断然2人はプリキュアなども手掛けています。もうこれだけで期待値が激上がりですよね。まさに名実ともに日本のヒットメーカーです。NHK 教育テレビでは、いないいないばーで踊られているわーお、みんなでわっしょいなど、そしてお母さんと一緒では虫歯建設株式会社など、今でも人気のある曲がたくさんです。作詞は誰？作詞を担当するのは吉田戦車さんです。人気ギャグ漫画家さんです。4コマ漫画映るんですで賞を取られている方でもあります。内容がシュールで思わずクスッと笑ってしまう漫画ばかりです。巧みな言葉選びをされるので、体だんだんの作詞も面白いものになりそうですね。最後はまとめです。よしお兄さん、リサお姉さんの卒業で体操が体だんだんになり、そしてすり替え仮面も終了になるそうです。あまりの変化に子供たちはついていけるのか心配になるところですが、雄一郎お兄さんと厚子お姉さんの歌を中心に引っ張ってくれるでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもパパやママに役立つ情報をたくさん投稿していきます。よろしくお願いいたします。